こんにちは、旬だよりメンバーの高橋静香です。本日は旬だよりでこれまで扱ってこなかったウェブテストの対策法っていうのを SPI 桐生さんに来ていただいて、ウェブテストの解説をいろいろしていただこうと思います。最後の方に実践したりとか、どういうふうに勉強していたらいいのとかも解説しているので、最後までぜひ見てみてください。普段はですね、大学でですね SPI の対策をはじめとして、就活支援を行っています。特に私立文系、ね、数学が超苦手な人向けに就活の SPI の、ね、講座を開いております。皆さんの味方になるべくですね、今日もお届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。多分みんな初めにつまずくのって、ウェブテストってなんか SPI とか玉手箱とかいろんな種類があって、どういう風に対策すればいいのって、多分初めて誰もわからないんですよね。なのでまず何種類あるのかっていうところと、どういう問題が出るのかっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか。一番最後のやつがまとめてウェブテストって言われてるやつなんだよね、気軽に受けられるっていうことで、このウェブテストが一番よく使われてると思います。じゃあ何が出るのっていう話でいくと、ウェブテスティング、それと玉手箱、これが2トップです。こう主に対策しておけばいいかなと思ってます。ウェブテスティングっていうのはよく言われる SPI なんですかね、これ一緒ですね。うんうんうん、ペーパー試験のやつと、それがウェブテストになったらウェブテスティングっていうのが名前に変わるだけで、同じリクルートさんのテストになります。で、玉手箱っていうのはまた別の会社でね、これが C ギャブと玉手箱は同じ会社です。主にこの2つをまずは対策するのがおすすめです。じゃあ自分が何受けるかっていうのが分かんない、で実はね URL で判別できるんです。企業からこのテストを受けてくださいって言われるんですよね。その URL を見たらですね、判別方法があります。こんな風に、ちょっとこう参考にしておくので、こういうメールが届いたらそれで判別してね、それから集中的に対策するのも一つの手かなと思ってます。それぞれで出る問題ってどういう問題が出るんですかね。単元でいくと、どのテストにはどれが出るとかがもうちゃんと分かってるので、最優先に、この辺からやっていくといいかなと思いますね。4つほど最重要なものを選んでおきました、はい、まずですね、一番重要なのは、推論ですね。もうこれ花丸でもいいぐらい超重要です。ほんであとは損益算、確率、そしてあとは割合かな。ウェブテスティングだったら割合もめちゃめちゃ出てきます。この4つを最優先に勉強しておくのがいいと思います。いっぱいあったらどれから先に勉強したらいいのかとか。そうなのよね。おすすめは割合かな、この辺の 2% とか2割増しとか、そういった問題からやっていくのがおすすめで、その次が損益算で、あとは倍の数、この辺からちょっと復習して、そしてちょっと慣れてきたら推論に取り掛かるのがおすすめですね。中学生以来やってないっていう人がやっぱ多いのね。勉強しないまま突入すると、それ一番もったいないです。忘れてるだけだからね。だからちょっと問題に慣れておいた上で実際の試験に突入するのがおすすめかな。結構 SPI できないと落ちちゃうんですかね。実はめっちゃ落ちます。ノーベンでいくとかなりの確率で落ちて、それでね、なんか就活嫌だってなっちゃう人が多いから、だからもう落ちながら慣れるっていう感じが実は一番おすすめです。玉手箱っていうやつも、こう表の読み取りががっつり出るから、まずは、SPI の勉強を幅広くやる、そして、玉手箱を受けるってなったら集中的にそこ絞ってやる、こんな感じがおすすめです。実践に移りたいと思います。こんな感じでタイムバーが出てくるから、はい、みんなじゃあ頑張ってください。用意スタート。はい、はい、終了です。できましたか。一応言ってみる。36。あれ
ブブー、間違ってました。はい、違いますっていうことで、やばいね高橋さん、私の集中特訓受けた方がいい ね。答えは30個だったんです。できたとかできひんかったとかそこで終わるんじゃなくて、はい、しっかり解説聞けば大丈夫だから。今回だったら全体56個じゃんか、はい、まず7分の2倍っていうことね。そしたらここ掛け算したら16個、それが最初ね。で次がね、ポイントとなるのはここだね、残りのっていうところ。残り40ですよね。そうちゃんとね、残りのって言われたら残りを出す40個、それの4分の1っていう風に考えて、計算すると10個、そしたら残りはっていう話 ね。そしたらじゃあもう一つさらにレベルがアップしていきます。そう、実はできてる人にはどんどん難しくなります。そうなんだ、うん、できてなかったら同じぐらいのレベルの問題が出ます。こちらね、はい、それではまたやってみてください。では、はい、参りましょう。用意スタート。はい、っていう感じかな。はい、ここまで。どうだった、できた。え、私分からなかったです。はい、もうさっさと解説するわね答えは 24% ね。そんな時はね、もう勝手に100ページとかって置いちゃう。そしたらさ、1日目のページ数とか出るじゃん。100ページの 0.4 倍、40ページで、やっぱここなんだよね。ほら、次は残りのって、だから残りを出すっていうことね。そしたらほら60ページで出るじゃん、はい、それの 60%、 60ページにかけるんだっていう感じで36ページです。ほんで3日目に読んだのはっていう話やから、さっきと同じように引き算すれば出てくるよね、うん、割合は図に出した方が分かりやすいんですかね。かといってやっぱ時間がね、ないんですよね。そうだから、こういうのを頭に浮かべて、あとは手元で解くって感じかな。解き方さえ覚えておけばってすぐ解けるようになりますね。そうなんです、うんうんうん、そういうのが SPI の対策本に載っているので、だからやればやるほど点数がアップしていく。なるほど。そうだから、やらなくちゃもったいないってことなんだね。最終的に100ページの中の24ページだから 24% と出しています。じゃあもう一問みんな頑張ってみてください。一番よく出るのはこの推論、ちょっと難しめなんだけど、みんなにね体験していただきましょう。ではどうぞ。はい、じゃあこの辺かな。カン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 、はい、ということで画面がもう切り替わっちゃいます。本番だったらね、ちょっと聞いてみようかな。4番と2番目です。あ、すごい、正解、合格だよきっとねでもこれもコツがあってね、推論はまずは情報整理することが大事かな。まとめれるときはまとめちゃう、こんな感じで、うん、メモしておくといいかな。で最後のメモなんかは S の次って言ってるから、ここはひとまとめで、結構大事なのはね、この場合分けだね。こんな風に線分図書いて、この ST くっついてるから書き出していくのがおすすめです。 P と Q と R っていうのをってこう入れていく感じ。そしたら、あ、4パターンあるんだっていうのが分かります。 Q の方は明るい方から何番目ですかっていうことなので、答えは2番と4番、こんな感じですっていう風に、結構書き出すことが重要になってきます。みんな続きはですね、はい、各自問題集をやってもらうのがいいと思います。自分に合ったものを選ぶといいんだけど、まあ、それを2週ぐらいやれたら理想だね。一気に 34.5% なのよ。そういうのって使ったり購入したりも大丈夫なんですかね、うんうん、